ラバシンのラバシン。メールが届いてます。ラジオネームアンリさんからです。やってみたいスポーツや興味があるけどきっかけがなくてまだやったことのないことなど、スポーツ以外でもいいので興味があることやってみたいことを教えてください。最近結構もうオリンピックで新競技になるから、はい、よくテレビで見ますけど、うん、ボルダリング白は無理じゃね、うん、無理かな、力がないからあれ力いるのかな、なんかさ、うん、テクニックじゃないかな、テクニックって言ってた ね、あ、そうなんだ、まあ、でもあれ掴む、まあ、指筋ね、指筋でももうあのちっちゃい子たち、うん、もうポン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 乗ってるらしいよ、一回やってみたいよね、やってみたいね、だって結構年齢幅が広いよね、あれおじいちゃんおばあちゃんまで今は本当ね、結構いろんなところにいるから、そうそうそう、行ってみます、行ってみます、行きたいですね、楽しみ、そのぐらいね、自分ができて、まあ、ショーは無理よ2回目できる僕は、まあこれはガチでやりたいのがバレー、バレーボール、あー、バレリーナ、バレー、あ、そっち、バレー、どうしたの、いや、なんかやっぱ動画とかで見るとすごいじゃん、あのジャンプとかね、男子バレエダンサー、うん、ジャンプとかさすごいよね、もう美しいじゃん、バネがすごい、ね、そうしなやかだし、しかも、ね、うん、まあ、基礎だけでも多分あったら全ての踊り、まあ、そう多分その共通してなんかね取り入れられるなと思って、うん、僕は本当にやってみたい、これみんなみんなでじゃあやりに行きましょう、あ、シロでもシロはさ、できた、まあちょっとやってた時があるんで、バレーは、ね、好きですよ、バレーは、だからシロと一緒に、あ、そうです、なんでよ、なんでそうなるかボルダリングは俺と一緒に行ってバレーは嫌だと、カニを蹴落として本当にみんな、そんなリーダーはリーダーはですね、あれやってみたい、クリッチえ、あれだよね、ほうき、うん、そういでしょ、うん、でもうユニバーサルスタジオに行ってくださいさっきそういう話があったんで、ああ確かにね、やりたいなって思って、まあ、それは置いといて、あの鹿児島、沖縄と僕、人生を送ってるので、うん、ウィンタースポーツをやったい、あー3年前ぐらいに初めて行ったんですけど、こんなに面白いスポーツあったんだっていう、本当面白かった。だから気軽に行きたい。スノボとかね。そう。すごいできます？いや僕やったことないです。えマジ？なんかもう本当にバトンやってる時はこそウィンタースポーツとか絶対無理。怪我するから。ウィンタースポーツしようと行きたい。うわっ、また蹴落とそうとして。いやーねー。やりたい。僕は割と。あ、できるか、スキーは3級持ってて、3級まあ3級なんですけど、9あるなんで9持つって、9なんか高校の時なんか取らされてみんな取らなきゃいけない、でも多分簡単ですよ、もう普通にあのシャン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 っていう、引きやなかったですね、実技だけ、授業受けたら取れるみたいな、え、スキー実習があってその時にみんな取らされてっていう感じ、まあボードもちょっとはかっこいいね、コンパいたんだ、今9って言ってたけど、バトンって9ありますよ、バトン9、9っていうか、あ、そう、あるね、入門から最上級まで、最上級、最上級、え、1級とかじゃないじゃない、うん、入門初級、中級、上級、最上級、で、決まった踊りをやって、先生の前でやって金賞だったら次に行けるとか、そうなんだ、そう、あるある、ですね、まあ前転後転倒立前転とか側転、しかも転違うじゃんないですね、フラートもフラートも9あります、5級4級3級4級超むずい、え、一番上がやっぱ1級か1級むずい、1級むずいです、持ってます持ってます、へえ、多分だけど僕が取った時に1級持ってる人10人もいる、日本に、うん、うわすげえ、僕が多分6番目かなと、そう、すごい、それはなんか技が決まっててそれをやる、そうですそうです、だから履歴書聞けますよ、ラート行ってピンって来ないよ、全然そうか、そうか、まあそんな9はいいとして、あと何かあります、スポーツ、スポーツで言う、スポーツで言う、スポーツ
まあちょっとスポーツ絡んでるけど、うん、山登りしたよ。でもやっぱね、僕トイレ我慢できないんで、いつも敬遠しがちなんですよ、うん、なのでトイレを調べつつ、トイレがたくさんある山に登りたい。富士山登りたい人、はい、登りたい、登りたい、なんで言ったなんで言った辛そうじゃない。でも若いうちに一回登りたいんじゃないですか。富士山は絶対なくならないですよ。おぉ、日本からそうね、わかる、自然が作ったあのでかいものは絶対なくならないですよ。すごいよね。でおじいちゃんになった時には、若い頃乗ったな、登ったなっていうのがあればいいなって、へーってなので今のうち登りたいです。あそう確かにね。ファミリーやりますか、富士山登山。トイレ我慢するするもん俺絶対。あと、あれしたいです、ピアノ弾きたいです。あー、ピアノかっこいいね。ピアノかっこいいよね。うんうんうん、ピアノ弾ける男の人かっこいい。やばいね。あの、ちっちゃい時は音楽の人も弾けなかったし、あったじゃないですか、このピアノのこのミとかを弾くので当ててくださいみたいな、この音階は当てなさいみたいな。え、わかんない。そういうテストなのではなかった。絶対わかんない。わかんないよね。絶対音感みたいなでしょ。そう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 。スキューバダイビング。あー、あースキューバ面白いよ。あれやりたい。一回しかやったことない。やればいいじゃん。今日なんかリーダー広くない、なんか音楽ネタが多分広くなったから仕返しだよね。いやでもやりたいことをこう上げていくとキリないですね。なんか割といい時期、大学生とかいい時期を、うん、それぞれ青春をスポーツに過ごしてきたから、 そこがポンと抜けてる感じ、うん、そうかもしれない、そうかもしれない。だからそこにしたかったものを今したいね。まあスキーとかさ、結構大学生と行くじゃん。そうだね、こっちのやってきてないから。あ、確かに悲しい話になっちゃったこれから、まあまあこれからの人生で一番今が若いわけですからね。そうですね、何でもね、新しいこと始めるには いつからでも遅くないということ。カメラ目線、カメラ撮ってるから、カメラ目線したかったということなんです。はい。一回やこんなもんか。もうつらく当たってきた。やればいいじゃん。雑すぎでしょ。もうどうしたらいいか分かんなくなる。すごい。一体バトンとか新体操とかラートとかって言ってたけど、何やってるんだろうと思った方もラマシンで検索していただいてチェックしていただければと思います。はい、はい、さてここまでのお相手はラマシンでした。また来週。